くまなく調べたいアフタートーク。はい、熊田茜のオフィシャル YouTube チャンネルでは熊田茜のくまなく調べたいを、そしてこちらの声優グランプリさんのチャンネルではアフタートークをお話しさせていただいております。今回は見てください、ただいま私忍者の格好をさせていただいております。忍者体験をしてきました。いやー、すごかった。師範の方に教えていただいて、すり足だったりとか手裏剣を投げたり、今ここにあるこの文字、皆さん気になってくださいましたかね。これが何ぞやということも本編で見ることができるので、ぜひそちらを見ていただきたいです。私はね、ここからまた一歩人間としても真の像が強くなったと思っております。皆さんも一緒に頑張っていきましょう。では本編で会おうね。バイバーイ。